皆さん、こんにちは。ドラム講師の森谷亮太です。いつもこの動画レッスンをご覧いただき、ありがとうございます。この動画レッスンでは、ルーディメンツを一つ一つ解説をしていっております。今日は、ロングロールというものをご紹介していきたいと思います。ロングロールというのは、ダブルストロークを使ってのロールとなります。一度やってみましょう。前回、ダブルストロークの体の動かし方ということで、レッスン動画を配信していただき、レッスン動画を配信させていただいたと思うんですけども、僕の言いたいことはもうそれに全部入ってます。なので、ここは、足と一緒に練習をしていってみましょう。やってみます。ダブルストロークの16部、ロングロールの16部をやってみたんですけど、次は、6連符ですね。タタ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 。というのをやってみましょう。スネアでやるとちょっと音的に混ざってしまってちょっと混乱をしてしまうかもしれないので、フロアタムとスネアで練習をするとよく音が分かれて分かりやすいと思います。なのでの一塊と一塊との音のイメージでやるとこのパターンがやりやすいと思います。一度やってみましょう。ぜひチャレンジしてみてください。という感じで今日のレッスンは終わりにしたいと思います。さよなら。